えー、今回紹介する動画は、えーとですね、スピリチュアル編のナンバー7ですねナンバー7の、えーまあ、バイブル、まあ、聖書の、ねまあ、信ぴょう性についてっていう動画になりますねで、まあ、これねあのもう自分が御神村から来た時、まあ、自分をここにちょっとコメントを入れてるんですね、まあ、この時に初めてそのバイブル というもののアプリをまあ、ダウンロードした時なんですね。実は、うん、だから非常に思い出深いですね。とにかくこのバイブル、まあ、聖書のま信憑性についてあの非常にね先輩の方が詳しく説明されて、まあこれをえーっとねあの天文学的検知またま医学的検知ねあとこの 精神の部分ですか精神医学的見地のまあ部分の一例を挙げてあの詳しくねまた優しく説明してくださってます。でそれがいかにねすごいことであるかっていうことを自分たちが今知っててそういったことかって思ってるのは実はそういうことじゃないんですよね。つまり自分たちも後付けでこうね後から来た教育で覚えてるわけなんですけども、まあ、それが知ったのは。 まあ、その人たちが活躍した。そのまあ中頃であるんだけども。まあもうすでにまあバイブル聖書にはもうね。3000年近く前にもうそういったことが書いてあったっていうこと自体がすごい驚きなんですよね。まあ、そういったことですね。まあ、とにかく、そのバイブルのこの信頼性信憑性っていうかね。その信頼性について非常に詳しく先輩があの。 まだ優しくねあの解説されてます本当にまだ一例なんでしょうねこれ本当に一例で本当にそのあくまで一例の部分として説明されているということですね。でまあこの当時の動画はまあちょっとねおとぎ話っていう部分が入ってて実はこの13分過ぎからまあちょっとそのおとぎ話という真実の話が入ってくるんですけどもまたこれがね今に実以タイムリーな 内容なんですね非常にタイムリーな内容であのー、うんどうでしょうかね御神村から来た方たちもう1回ねこの動画を視聴してみてほしいですね自分ねこの動画視聴したことによってまた勉強になりましたよ本当に勉強になりましたでその当時ご覧になった方も今ご覧になると非常にまた違ったあのー その動画の視聴ができるんじゃないいかと思います。特にこの13分過ぎからのおとぎ話って話ねあのこれはね、あのー、だよねっていう、あのー、ことに分かると思いますつまり分かるってことは過去に比べるとやっぱりね、まあ、成長してるんだっていうことになると思いますし、まあ、それを確認するっていう意味でもこの動画は非常にいいんじゃないですかね。あのー、でやっぱりねそのバイブルの信の信憑性つまり信頼性について本当にねあのね、ー。 詳しく説明してくれてますしね。検知検知の部分からね。で、なおかつこのおとぎ話という名の、その今に通じる部分が出てきますので、ある意味必見動画ですね。必見動画です。これあのうん、本当にね。実は今に繋がってるんですね。このしかも今後のことなんですね。今後のことなんです。ですから、あの皆さんもあの是非。ぜひ 視聴していいたただけたらと思いますあの本当にねうーんあの思い出深くもありそしてまた改めてねこうやってまとめて皆さんに紹介することによってあの新たな発見のある動画だと思います本当にねあのいろんな発見があるんじゃないかと思ってますし是非その部分をねあの自分自身の,あのものとして確認していただけたらなと思ってますね。 うん、ぜひぜひあのこの動画の方を視聴していただいて、まあ、当時気づかなかったことを今気づける自分に、まあね、そのようにさせていただいたことに感謝っていうことですかねそういったことになると思いますのでぜひ動画の方を視聴していただけたらと思います。ね、今回は以上ですありがとうございました